どうも、カントです。さあ、本日はどこにいるかと言いますと、こちらでございます。皆さんお分かりでしょうか？札幌卸売市場、場外市場ですね。合ってんのかな？場外市場に来ております。で、こちらの映像がですね、前回、去年の秋ぐらいに来たんですが、場外市場って書いてるでしょ？この大きな建物がですね、ちょっと残念ながら火事に遭ってしまいまして、現在はもう取り壊されてない状態で、ちょっと寂しいですよね。メインシンボルがなくなってしまったような状況なんですよ。で、この奥とかはね、そのまま営業を続けているという状況でございます。なんかね、ちょっと寂しさもあるんですが、雰囲気は残っているということで、本日はですね、この場外市場でランチを食べていきたいと思います。で、ここね、ちょっとなんかこういう路地があるとね、どうしても入りたくなってしまうんですよ、性格上。で、こう入ってね、やってないお店はもちろんあるんですが、ちょこちょこね、やってるお店があるんです。その中でこの飯屋。ここはかなり有名なお店で、食べログでも常に上位です。で、さらに駐車場ですね、奥の方まで行くと、こうやって倉庫カレーとか、倉庫カリーっていうのか、アラトンだったりとかね、なんか気になるお店がありました。いろんなお店が入っていてですね、素晴らしいなと思ったんですけども、今日行くのはそこからさらに奥、この住宅街を抜けていった一角にある、本当にね、お家に併設されたお蕎麦屋さんでございます。すごいでしょ？右側がお家なんですよ。はい。手打ちそば小橋というとこですね。ここもね、食べログで有名なので、ちょっと行ってみようと。ね、やっぱりね、場外市場といえば海鮮なんですけど、そばが食べたいと近間が言い出しましたので、今日はこちらに行ってみたいと思います。店内に入るとすぐにですね、こうやってそばを打つちっちゃいお部屋がありました。ここでおそらく手打ちをしてお店に出していただけるんだと思います。で、中のね、雰囲気も素晴らしく、中庭もすごく手入れがされていて、ちょっとね、高級感のある雰囲気を演出されておりました。で、早速、恵比寿いただいていきます。瓶ビールですよね。このね、僕、お蕎麦屋さんでですね、お昼からお酒をたしなむという行為にですね、かなり憧れを持っていて、普段はヤクモとかでしかできないんですけど、こういったね、中庭が見える素敵なお蕎麦屋さんでですね、ビールをいただくという長年の夢が叶いました。で、ちょっとこんな感じのね、昔ながらの当たり前のやつかもしれないんですが、こういったものにかなりテンションが上がっておりました。で、この配置見てください。かなり食べるの緊張しますよね。うん。で、僕は、このね、お蕎麦が今来たんですけども、エビ天せいろというのを頼んだんですよね。なので、おそらく右上がお塩なのかなという感じでございます。すごいね、エビがあって、で野菜がついてくるというエビ天せいろで、思ったよりね、エビは小ぶりでございました。早速お昼ご飯をいただきたいと思います。いいね、なんかお蕎麦屋さんって本当にいいですよね。お昼に行くっていうのがね、夜行くっていうのもちょっとおしゃれな気もしてきたんですけどもちょっと今日は上品なランチを楽しんでいきたいなと思います。で、早速ですね、お蕎麦をいただくんですけど、先ほどのね、ちっちゃいお部屋で作っていたので、あそこでおそらく蕎麦を打って、ね、その日のうちに食べれるといったことだと思うんですよね。で、食べてみたらね、本当にね、結構太いんですよ、蕎麦は。で、コシが半端じゃなかったです。めちゃくちゃコシがあって美味しかった。で、僕はそこまでね、お蕎麦屋さんでお蕎麦を食べるっていうことがほとんどなくて、北海道だったら、北海道っていうか札幌ですね。先ほど言った、ヤクモだったり、あとは東屋ですね。ここも有名だよね。そういったとこでしか食べたことないレベルなので、その感想で申し訳ないんですが、僕は今まで食べたお蕎麦で一番美味しかったです。ここが。うん。で、これが、インゲンかなインゲンなんだっけこれで、お豆です。とりあえず緑色のねお豆、お豆の天ぷらをいただきました。で天ぷらっていうのはね、やっぱり野菜が美味しいですね。まあエビを頼んではいるんですけど、野菜が美味しかった。で他のね席でね、多分ね何だったんだか分かんないんですけど、めっちゃ太いアスパラの天ぷらを食べてて、ああそれも食べたかったと思ってしまいました。で天ぷらに関してはですね、これがエビなんですけど、ちょっと小ぶりなんですが、かなり身はぎっしり詰まっておりました。ただねちょっとね、なんだろう、僕はね天ぷらやっぱサクサク感が醍醐味だと思っていて、サクサクした天ぷらが好きなんですが、ここはねどちらかというと柔らかい感じの天ぷらでございましたので、ちょっと物足りなかったかなと思います。他にはねいろんな種類ありましたよ。季節限定メニューもあったし、あとは穴子天ね。でも穴子だとさ、サクサクしてるんじゃなくて、こういうちょっと柔らかい感じの天ぷらが合うかもしれないですね。で穴子店が圧倒的に一番料金が高くて頼めなかったんですけど、まあ次回機会があれば頼んでみようかなと思います。で今ちょうどねかぼちゃの天ぷらを近場に揚げたところでございます。僕はだいたいねお芋とかかぼちゃの天ぷらはそこまで得意ではないので、だいたい近場に食べていただいております。おそらくエビも揚げましたよ。まあとにかくね麺が美味しい、麺って言っていいのかな、そばが本当に美味しくて、で量がね少し少ないかなって思いました。近場でもねちょっとぴったりより少し少ないって言っていたので、僕にとってはかなり少なかったので、大盛りっていうのがありますので、是非皆さんも頼んでください。で今僕が食べたのが、近間が頼んだ鴨せいろの鴨です。これね鴨せいろ、だしもめちゃくちゃうまかったし、なんといってもねこの鴨美味しかったです。僕多分次回もしこのお店に行くことがあれば鴨せいろ食べると思います。はい、それぐらい美味しかったです。まああっという間にですね食べ終わってしまうところでございます。でねやはりね場外市場から歩いていけるという好立地でございますので、もしですね興味がある方は是非行ってみてはいかがでしょうか。またですねちょっと席の数が少ないんですよね。本当に家を改築したようなですね雰囲気ですので、席数も多分8組ぐらいしか入れないと思いますので、是非開店に、この日僕は開店に並んでいきましたので、開店時間に並んでいくことをお勧めします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。